こんにちは。同志社大学体育会レスリング部です。同志社大学は現在、選手11名、マネージャー3名の合計14名で日々和気あいあいと活動しています。練習以外にも同期でご飯を食べに行ったり、毎年夏には琵琶湖でバーベキューをしたりなど、プライベートも充実しています。またインスタグラムでも定期的に日々の練習を更新しているので、ぜひフォローチェックよろしくお願いします。また現在、体育館レスリング部は選手もマネージャーも大募集中です。もし興味があればぜひこのインスタグラムの DM に体験も行っているので、ぜひ気軽に DM よろしくお願いいたします。待ってます。手塚山大学です。手塚山大学は平日は午後5時から、土曜日は午前10時から活動していて、日曜日はオフとなっています。今年はブルガリア遠征に手塚山から2名の選手が日本代表選手として参加させていただきました。試合の成績では西インカレ優勝、準優勝3位、全日本大学選手権でも3位と入賞し、天皇杯にも2名の選手が出場させていただきました。リーグ戦では西日本2部2位という去年は結果でしたが、今年は1部リーグ昇格を目指して頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは。神戸医療未来大学黒崎と言います。本学では中高のですね、教員免許を取ることができます。レスリングクラブでは、大学から始める初心者の学生を中心に、みんなで頑張っていますので、興味のある方はぜひお越しください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。大阪体育大学です。大阪体育大学はスポーツといろんな視点から関わるスポーツ大好きな人たちがいっぱい集まるような大学で、教員免許やアスレチックトレーナーの資格も取れるので、ぜひぜひ大学に興味がある方はオープンキャンパスにも参加してみてください。その中でもレスリング部はレスリング部会で唯一小中高大で活動する部活になっています。アットホームな環境で、年齢性別関係なく仲の良さでは全国1位だと思っています。そんな仲の良さを生かして大学生は1部リーグ1位を目標に頑張っていきますので、レスリング部に興味がある方や大阪体育大学に興味がある方はこちらのアカウントまで気軽に DM や練習参加のお言葉お願いします。以上です。こんにちは。天理大学です。現在天理大学では3年生4名、1年生5名、マネージャー1名で活動しています。平日は大学の授業が終わってから7時頃まで、土曜日は主に午後から練習しています。公式ホームページやインスタグラムもありますので、ぜひ、気になる方は検索してみてください。ぜひ入部をお待ちしています。